はい、こんにちは。10月の14日水曜日です。皆さんいかがお過ごしなんでしょうか。私ちょっとですね、2、3日すごく忙しくてですね、人手の様子の映像が撮れてなくて、カモを撮ってます。カモは大丈夫なんでしょうか。たくさん増えてますね。春先5、6羽が今はもう20羽、30羽いますからね。彼らは鳥インフルエンザとか心配じゃないんですかね。人間様の方はコロナウイルスがとても心配なんですけどね。ですね、まあ、日本の方は随分とウィズコロナで緩和された感じがあるんですけどね。ちょっと何本か動画上げたんですけど、友達がいらっしゃるミャンマーの方ですね、まだロックダウン中なんですね。ただそれが微妙にね緩和されてるんです。別に、コロナ感染が落ち着いたわけじゃなくてですね、政府の方が何の対策も打てずにですね、どうしようもないので、経済優先ということで、少し緩和をさせているところがあるんですけどね。また詳しくですね、ウェブサイトの方にはですね、情報を上げてますんでね、概要欄にも貼っておきますので、よろしかったら見てください。京都駅のね、人出の様子とか京都の様子もまた報告していきたいと思いますので、ね、よろしかったらチャンネル登録してお待ちください。随時ですね、情報を上げていきたいと思います。今日は皆さんにこんな挨拶をさせてもらいました。また来ますよ。